ライアン・フリール、ライアン・ポール・フリール、リャン、ポール・フリール、1976年3月8日から2012年12月22日は、アメリカ合衆国フロリダ州ジャクソンビル出身の、元プロ野球選手、外野手、内野手、右投げ右打ち。ビッグレッドマシン時代のピート・ローズを彷彿とさせる、投手を前面に押し出したアグレッシブなプレイスタイルが、新情。 ファーニーの愛称で地元ファンから愛された。6月2日、セントルイスカージュナルスから14巡目、全体362位でドラフト指名を受けるが、これを拒否。契約には至らず。翌6月1日、トロントブルージェイズから10巡目、272位でドラフト指名を受け、6月12日契約が成立し、プロ入り。この年からマイナーリーグ、 ショートシーズン A 級でプレーを始める、6試合出場。入団後の道のりは決して平坦なものではなく、6年間はマイナー暮らしが続く、a a a トリプル a 級合計で96試合、打率、29913本類が、44打点、出塁率、376アップス、87532、投塁と等覚を表すと、 プロ7年目となる2001年、平成13年4月4日にメジャーデビューを果たし、翌4月5日にはセンター前に初安打を放っている。わずか9試合の出場にとどまるが2盗塁を記録し、スピードの片鱗をうかがわせた。だが、壁は厚く、その後3年間はもっぱらマイナー暮らしに明け暮れる。は、タンパベーデビルレーズに、よくは、シンシナティレッツに移籍。 本格的にメジャーに定着したのは、レッツへ移籍して2年目となる。143試合に、出場の上、37盗塁、リーグ4位83塁打、同5位、内野安打22本番と安打8本と持ち前の、スピードを存分に、期、10年目にして、スタメンの座を掴んだ。なお、四球末もリーグ8位にランクしている。レギュラー2年目のは、6月と8月に、 左足と右膝の負傷により2度にわたって故障者リスト入りするなどアクシデントに襲われ出場数が減少したがほぼ前年同様の安定した数字を刻んだレッツの選手が2年連続で30盗塁以上をマークしたのはバリーラーキン1995から96以来7月27日には球団記録の1試合5盗塁を決めている キャリアハイの32類打、8本類打をマークし、3年連続36、盗塁以上を決めた。レッツの選手が3年連続で35盗塁以上を、クリアしたのは、エリック・デイビス、1986から88以来、9月21日には、左手親指を骨折、そのままシーズンを終える。4月16日、2年間の契約延長が成立。 前年までは守備位置が固定されず、二類種、三類種、左翼種、中堅種、右翼種など日替わりポジションで出場するユーティリティープレイヤーであったが、当年は中堅種の定位置確保にほぼ成功しかけていた。しかし5月28日に頭部と首を打撲、7月3日に復帰したものの8月には右膝内視鏡手術を受けそのまま全球と不本意なシーズンに終わった。 は、コーリー・パターソンとジェリー・ヘアストン・ジュニアの加入、ジェイ・ブルースの対等によって、出場機会が限られたものになり、6月4日にはミニ、ハムストリングを負傷し、故障者リスト入り。2008年、平成20年12月10日、他のマイナーに選手と共にボルチモア・オリオールズの、ラモン・ヘルナンデスとトレード。5月8日、シカゴ・カブスのジョイ・ギャスライトとトレード。 7月6日に金銭もしくは後日発表選手とのトレードでカンザスしてロイヤルズへ移籍。8月5日にロイヤルズから戦力外となった。は、独立リーグであるアトランティックリーグのサマセットパトリオッツでプレーした。2012年平成24年12月22日、フロリダ州ジャックソンビルの自宅で銃で自殺した。スピードとクイックネス、初動の速さ、 戦球眼を兼ね備えたスラッシュヒッター瞬速高打。2004年にメジャー定着してから2006年までの3シーズンは毎年36個以上の投類を決めていた。打席内ではボールを鋭く見極め、その3年間は出類率363以上の高水準をキープしていた。走行手3拍子取り揃えたユーティリティープレイヤーだが本人は 中堅守が最も自分に合っていると語る。中でもこだわりがあるプレーは、ダイビングキャッチで、外野守備には、いつも注目している、ビギを披露するのが一番クールだと思うとの独自の考えを持っている。また、保守としての出場はないが、エマージェンシーキャッチャーでもある。右打者ではあるが、対左投手を比較的苦手としており、得点圏に走者を置いた局面での打撃にも、 改善の余地がある。少年時代に憧れを抱いていた選手は、クレーグ・ビジオとロベルト・アロマー。子供の頃の俺には、彼らは、他の、どの選手よりも打席内でリラックスしているように思えた、と当時を振り返り、自身が、プロ入りしてからも手本にしてきたという。大の子供好きを公言し、地域活動にも、積極的に参加する一方、私生活ではしばしば問題行動を起こし、 2005年4月と2006年1月には飲酒によるトラブルで逮捕されたことがある。2005年は飲酒運転よるもの、保釈金は父親が肩代わりした。マイナー11年間の通算成績は打率269、出塁率360アップス757219、盗75塁、成功率72%。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。